今回はとんかつ心の閉じないカツ丼ですね。こちらを食べていきたいと思います。閉じないカツ丼も珍しいと思うんですけど、どんなもんですかね。こちら卵の上にカツが乗ってるって感じですよね。とりあえずソースですかね、これをかけて食べていこうかなと思うんですけど、どうですかね。こちらとんかつですからね、カツ丼なのにソースってのまた珍しいですよね。これを食べていくんですけど、まあ、切っていきますかね。どんなモードでしょうかね。こちらで弾力があるから、切り方間違えましたね。切りづらいやつだったんであれですけど、こんな感じですね。いや、美味しそうじゃないですかね。卵の感じがまた美味しそうですからね。早速カツからいただきたいと思いますね。うん、これ普通に美味しいですね。これ、いや、カツだけでも美味しいんですけど、どうですか、卵とソースですね。いや、卵もいいですね。これ甘みが適度にあってってところで、いや、これはいいんじゃないですかね。まあ、閉じなくてもいいもんですね。これ美味しいですよ。やっぱカツの感じがもう最高ですね。これいいカツ使ってますね、これ。うん、何が言ってもカツが美味しいんですよね。で、これでいて、この卵の下敷きですよね。これがまた最高なんですよね。うん、いや、普通のとんかつとまたミートコロリみたいな感じですかね。卵だけでも美味しいですからね。卵とご飯でソースがかかってってもいいんじゃないですかね。うん、いや、いいもんですね。肉厚のジューシーさと、この卵ですよね。これが結構こだわってそうですね。うん、また面白い商品ですね、これ。閉じないカツ丼もまたありですね、これ。いいですね。もう半分食べちゃいましたけど、いや、この感じですよね。もうカツの肉厚さといい、この卵のボリューミーといいですね。いや、いいもんですね、これ。うん、大手のチェーン店に比べるとちょっと割高感もありますけど、別の良さがありますよね、これ。こういうのいいですよね、この感じですよね。いや、いいアイデアですよ、これ。
当にどっちか迷ってる人にはおすすめですよね、これ。カツ丼と普通の定食といいとこ取りしてるような感じですからね。いや、面白いですね、これも。やっぱりこのサクサク感ですよね、これ。カツ丼だけど衣がサクサクしてるってのがまた新鮮ですからね。こういうのがとじないカツのいいとこなんですかね、やっぱり。やっぱいいもんですね、これ。こういう新製品というか新しい商品じゃないですかね。うん、美味しいですね。良かったですね。というところで本日はこのとんかつ心のとじないカツ丼をいただきました。ご視聴ありがとうございました。